フライセレクトのサンダです。三田と書いてサンダと言います。本日は土地面積が74坪、延べ床面積が27坪の平屋のご紹介となります。今回の見どころポイントは3つ。1つ目が大人2人が程よい距離を保った暮らしができる間取り。2つ目が驚きの10箇所の収納スペース。3つ目が窓の種類と配置。それでは平屋セレクトのルームツアースタートです。今回は北入りの土地に建てられた平屋なんですが、北入りの土地のメリットはやはりプライバシーの確保ができるところですよね。北入りの土地の場合は北側に駐車スペース、そして真ん中に建物、そして南側のお庭のスペースの配置になっております。一般的に南側に LDK を配置するので、北側の全面道路からは生活感が全く感じられないようになっています。今回の敷地の間口は 7.2 メートルで、奥行きは27メートルありますので、少し奥行きのある敷地になっております。そして駐車スペースなんですが、今回3台分を確保していて、外観はシンプルなボックス型の平屋となっております。今回玄関の上部にはこのようなテラス屋根を設置しまして、玄関の雨よけと自転車を置くスペースにもなっています。それでは玄関を見ていきましょう。今回玄関の扉は引き戸を採用していただきました。通常は開き戸の場合が多いかなと思うんですが、今回はこのような引き戸を採用することによって、荷物を持っていても後ろに下がることなく、簡単にこのように横にスライドするだけなので、とても便利に使っていただくことができます。それでは中に入っていきましょう。こちらの玄関、実はすごく収納が多いんですね。まずはこちらの一つ目の収納からいきますね。今回はシューズボックスではなくて、このような壁面式の収納を採用していただきました。施主様によりますと、ここにはキャンプ道具や土汚れがつくもの、あとはレインコートなどの長いアウターを収納していただくスペースとして使っていただく予定みたいですね。そしてこちらの収納のお隣ですね、さらに2つ目の収納になります。可動棚収納を設けました。こちらの可動棚収納は可動棚になっているので、高さをお好みに調整していただいて、普段使う仕事用のバッグを置いたり、香水やアクセサリーを置いて、毎日こちらで選んでお出かけするのも良さそうですね。そしてこちらの扉開けていきます。ここは約 4.2 畳の土間収納庫になっているんです。ここが3つ目の収納になりますね。すっごい広いですよね。施主様が折りたたみ自転車が趣味の一つということで、こちらの土間収納庫で自転車の整備や保管場所として使っていただくスペースになっているみたいです。そして実は驚きなのが、この土間収納庫からもこちらに LDK がつながっているんですが、こちらからも出入りができるようになっています。また後ほど詳しくご説明していきますね。それでは一度玄関の方に戻ってお家を上がっていきたいと思います。玄関からホール部分に上がってきました。こちらに扉が1つ2つと2つあるんですが、こちらが水回りになっていまして、ここが1つ目の洋室になっています。まずはこちらの北側の水回りから見ていきましょう。今回洗面脱衣室は3畳の広さになっています。通常の洗面脱衣室は2畳の広さなので、少しゆとりのあるスペースになっています。なぜかと言いますと、実はこちらですね、ここにはカーテンの下地が入っているんですね。なのでお引き渡し後に施主様ご自身でここにカーテンをつけていただく予定になっています。こちらにパーテーションがあれば、洗面と脱衣が別の空間になりますので、家族間や来客からもプライバシーを守ることができますね。なので1畳分の洗面のスペースと、こちら2畳分の脱衣室ということになりますね。プライバシーを確保しつつも、コストはなるべく抑えたいよという方はぜひ参考にしてみてください。それでは浴室を見ていきましょう。
浴室はタカラスタンダードさんでリラクシアというシリーズを採用しました。浴室の壁4面がホーローパネルになっておりますので、水垢やカビがつきにくいものになっております。皆様見てお分かりのように、今回は鏡や棚が一切ないんですね。最近清掃面を重要視して鏡や棚をなくされるという方も結構多いみたいです。ホーローパネルは下地が金属でできていて、マグネットがくっつくので、マグネット小物を購入していただいて後付けしてもいいですね。それでは洋室を見ていきましょう。ここが洋室ということで、帰宅してから LDK を通らずにすぐに自分のお部屋に入ることができるのがすごくいいですよね。なので帰ってきてからだいたい 1,2,3 歩で自分のお部屋に入ることができるようになっています。冒頭でもお伝えしました、施主様ご希望のお互いの距離感をある程度保った間取りになっています。それでは洋室を見ていきましょう。1つ目の洋室の広さは6畳になっています。こちらの窓を見ていただきたいんですが、今回は窓横スリット窓を採用していただきました。さらに上部に配置したことによって、臨地からの目線も気にならずに生活ができるようになっています。こちらが4つ目の収納の壁面式のクローゼットと、さらにこちらのお隣ですね、こちらが5つ目の収納になっておりまして、可動7収納を設けていただきました。収納量かなり多いですよね。それでは移動していきます。洋室を出てすぐのところにお手洗いを配置しました。玄関近くのお手洗いの配置なので、外出時や帰宅時にすぐに使えるのがいいですよね。今回お手洗いはタカラスタンダードさんのティモニを採用しております。それでは移動していきます。ホール部分をまっすぐ進んでいきますと、こちら右手に扉があるんですが、皆様もうお気づきかと思います。実はこちらが先ほどご紹介した土間収納庫につながっているんです。帰宅してから土間収納庫に荷物を置いて、このまま靴を脱ぐことができますので、 LDK にまっすぐ進んでいただくことができますね。実は土間収納庫にも照明のスイッチがあるので、帰宅時やお出かけの前に靴を脱がずに照明の操作ができるのも便利なポイントですね。こちらには6つ目の収納の可動7収納を設けました。今回は土間収納庫近くの収納スペースということで、帰ってきてすぐに買ってきたトイレットペーパーだったり日用品をこちらにストックして収納するのがいいかなと思います。可動棚になっていますので、高さを調整していただいて、掃除機やお掃除道具なども収納するのに良さそうですね。それでは気になる LDK を見ていきましょう。ここには7つ目の収納の可動棚を設けました。施主様には文庫本やレシピ本を置いたり、お気に入りの CD ジャケットを飾るスペースとして考えているというお声をいただいております。ここは LDK に入ってきてすぐ目に入る場所になりますので、写真や趣味のものを飾っておしゃれな空間にしても良さそうですね。そしてこちらですね、こちらが食器棚と、こちらに冷蔵庫を置くスペースになっておりますので、帰ってきてすぐに購入品を収納して冷蔵庫にしまうことができます。土間収納庫からの帰宅動線がかなりいいですよね。そしてこちら回っていきます。こちらがキッチンですね。キッチンはタカラスタンダードさんのオフェリアでオール電化仕様になっております。アイランド型のキッチンになりますので、回遊ができるんですね。それではキッチンを一周回ってみたいと思います。このようにぐるりと回遊ができる間取りになっています。 LDK は 16.6 畳の広さになっています。そして皆様窓にご注目ください。今回の見どころポイントの窓の種類と配置なんですね。先ほどご紹介した1つ目の洋室でもそうだったんですが、吐き出し窓ではなく、今回このような横スリットの窓を採用していただきました。
一般的にはこちらの LDK の南面ですね、吐き出し窓を設けて採光を確保する方が多いと思うんですが、今回は実は施主様からこちらに壁掛けテレビを設置したいというご希望をいただきまして、ここに下地を入れております。吐き出し窓ではなく、このような横スリット窓を採用したことによって LDK で壁掛けテレビを楽しめるようになっています。さらにスリット窓の配置もかなり上部に配置をしておりますので、臨地からの目線を気にすることがなく、おうち時間を過ごすことができそうですね。そしてこちらですね、なんとこちらの上部には今はついていないんですが、懸垂バーを取り付ける予定になっております。おうちに懸垂バー、実は密かに流行っているみたいなんですね。皆さん健康管理に気を配っておられますね。それでは移動していきます。こちらが 3.2 畳のランドリースペースになっております。そしてこちらが8つ目の収納の可動棚となっております。本当に収納がたっぷりありますね。ランドリールームの上部にはこのようにホスクリーンを設置しておりますので、こちらにポールを差し込んでいただいて使っていただくと部屋干しが楽々にできます。こちらのホスクリーンですが、このようにかなり簡単に脱着ができますので、部屋干しをしない時にはホスクリーンを取り外していただくとすっきりした空間になります。ランドリールームの窓ですね、こちらは吐き出し窓を採用していただきました。外干しをしたい場合には南面の物干し金物で外干しをしていただくことも可能ですし、建物の南側にも広々としたお庭のスペースを確保していますので、お布団も十分に干すスペースがありますね。そして洗濯物が乾いたらそのままこちらの収納スペースに洋服を片付けることもできます。ここが9つ目の収納スペースになっております。それでは最後に2つ目の洋室のご紹介となります。こちらが引き込み戸になっております。2つ目の洋室は 6.7 畳の広さです。こちらのお部屋も1つ目の洋室と先ほどの LDK 同様、横スリット窓で上部の配置となっております。ということで、窓は先ほどご紹介したランドリールームの吐き出し窓以外は、今回のお家は全て横スリット窓で上部に配置しているんですね。採光を確保しつつもプライベート空間をしっかりと確保した平屋になっております。そして最後10個目の収納がこちらですね。壁面式のクローゼットを完備しました。適材適所に10個の収納スペースがあるのがとっても素敵な平屋ですね。本日のルームツアーは以上となります。今回は大人2人が程よい距離を保った暮らしができる間取りでしたが、いかがでしたでしょうか。施主様ご希望のプライベート空間を大切にした収納たっぷりの見どころ満載の平屋だったのではないかなと思います。平屋セレクトでは施主様のご希望を一からヒアリングしまして、それぞれの暮らしに合った間取りのご提案をしております。平屋のことなら平屋セレクトにお任せください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。